取り替えたりして成形すること。聖地、または、聖地するとも言う。また、投了せずに終局に至る後、作り後という。終局後、すべてのダメを詰め終わったら、自分の地の中にある相手の史跡を取り上げ上げ浜に加える。双方が相手側の地を作る。浜を相手の地の中に置く。 地を数えやすいように石をずらしたり取り替えたりして、成形する。この際、地の大きさが変わらないように注意する。随地は架空の終局図の一部であり、合詞石である。右上の黒字は16目、詞石1目で15目、その左隣の白字は12目、詞石2目で10目であるが、この状態では、地が、デコボコと入り組んでいて数えづらい。 そこで、の詩積を、お互いの地の中に置いた後、の石を、地の中で移動させて、次のようにする。次のような形になれば、黒字は上部分が4、3から2で10目下部分が5目イコール15目、白字は5にイコール10目と非常に計算しやすい。このようにする作業を作るまたは整地するという。なお整地後は、 必ずしも黒字は黒いだけ、白字は白石だけで完全に囲んでいる必要はない。例えば、次の下部分の黒字を囲む、白石のように相手の石が混じって囲んでいる部分があっても、両対極者が黒字五目と認識できれば問題ない。原則として十目単位になるように形を整え、それ以外の目数の地が最大で一箇所しか残らないようにする。 ただし作る目的はあくまで数えやすくすることであるため絶対ではない。左上は34から2で10目の黒字である。右上は73から1で20目の白字である。左下は 5×3 で15目の白字である。右下は辺の星の位置が万端から10番目であることを利用した40目の黒字である。ありがとうございます。